国立天文台地理観測所に勤務しています宮川博士と言います。私は山梨県甲州市の、出身で茅野に住んでおりました。今現在はですね、熊野に住んでおります。それで、山梨市とか甲州市の、小中学校の皆さんですね、あるいは公民館で一般の皆さんにですね、一般住民の皆さんに対して、宇宙の話をしております。それからですね、時には神奈川県とかですね、東京なんかでも行っています。先日も福島県の郡山市の科学館に行ってきました。そんな活動を通してですね、子どもたちも見ていますと、本当に子どもたちというのはですね、宇宙が好きなんだなというのを感じております。宇宙が好きです。大人の人も宇宙が好きです。子どもは特に好きですね。そうです。そんなところを見ておりまして、考えますと、東京や神奈川の子どもたちですねから比べるとですね、私たち甲州市に住んでいる子どもたちは大変幸せなんです。なぜかというとですね、まず一つにですね、環境がありますよね。星を見る環境ですね、大変きれいな星を、神奈川とかですね、東京の皆さんはですね、わざわざ甲州市にまで来て、あるいは山梨市まで来てですね、天体を観測したり、また星の写真を撮ったりですね、いろんな星を楽しんでおります。私たちはもうそんなこともしなくてですね、自由に上を見るだけでですね、星を見たりすることができるんですね。この環境、恵まれた環境を大切にしてですね、それから日々ですね、日頃のですね、生活の中にもこういった 星の話とかですね、宇宙の話をですね、取り組んでいった生活をより広くですね、より幅広い生活ですね、を楽しんでいただきたいと思います。